どうもこんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。すごいですね。松井義理の松井部屋、要は松井の部屋、東の部屋とか、静岡の部屋とか映画館よりすごいですね。あの距離と距離対画面サイズって言ったら、最近ね、もう老眼などでここにビジュアルスタジオ映してやるのがまあ冗談だけど。うわすごいな。これはね、あのこのモニターが55インチなんだけど、なんか安かったから買ったんですよ。あのなんだっけ、でサイズにしては安い。このぐらいになると、だって前は30万とか40万とか普通にしたし。いやいや、もっともっとしたはずですよ。いや、いいやつだとね、レグザとかだとすごい高いけど、俺はね、14万ぐらい。あ、それはお買い得でしたね。今もっと下がってます。え、今ね、多分ね、10万は切らんけど、10万全然ぐらいになってる。あ、そうなんですか。だいぶ下がった。話題になったんですよ、あのいろんな意味で。これメーカーはどこ？DMM ってあの、あのエッチなあれの、いろんな違う、エッチなあれのやってるところ、地下な説明、いろんなこと今やってるところですよね。あそこがスタートアップ向けになんかいろんなことで、あのなんか お手伝いとかしてる部署というか、そういうのがあって、プロジェクトが、でそこの一部かなんかと出したみたいな。なんだけど、なんかあのなんだっけ、120fps 駆動できるとか言ったのに、実はそうじゃなくて 60fps 駆動だったとか、あのフレームレート という話で足がついちゃって、でその後も出荷ですごいトラブルがあったみたいで、届いてみたら液晶がバキバキ流れてたなとかだからそれ評価すごい低いんだけど、僕はね、なんかもうそういう嵐がなんか過ぎ去った後に買ったんだけど、別にそんなことなく普通に映ってるから、なんか正解だったな。あれですね、あの嵐が過ぎ去った後だったから、あそうそう、よかったかもしれないですね。あれね、トリプルパンチもう一個あったんだよ。何だったっけ、あそうそうそう、あれがあったじゃないですか、あのなんだっけ、ドンキで50インチのなんかテレビが、なんかあの東芝のエンジンかなんか乗ってるやつがすごい激安であの売り出されて、でそういうもんだからあの影響して、だからこれ50と65インチのモデルだったんだけど、僕は65だからあんまり価格に影響なかったんだけど、5インチの方はめちゃめちゃ値下げ させられてて、なんかかわいそうと思って見てた。あ、これ持ってる。これは僕持ってる。構築がいいと思う。もうなんかみたいな。何でやるだろう。今度自重で板が若干曲がっているのが気になった。あ、本当。そんな気もする。まあ、メタルラックに変更するかです。状態のもんじゃんか。全部読んで流し読みしたやつ。あ、僕この三田さんっていうところでちょっと1年間ぐらい働いてました。三田のりひろさん。あ、そうなん。あの C マガジンとかなんか連載してた人とか。え、翻訳やってたんですか。じゃこの人翻訳できたっけ。あ、じゃなくて林さん。あ、いやいや、あのプログラマーです。あ、そうなんですか。SEっていうか。英語の教科書、大人向けのやつ。こんなのがあるんですね。そう。もう萌えというだけで買ったんだ。これ中に見ると結構衝撃的。
や、お前そこにそんなもの求めていないから。アメリカの人が書いてる、デイビッド・セイン。いやいや、ちゃんと終わるだよ、あの、教科を作ってる。あ、本当だ。ちょっとこれ読みたい読みたい。あのゲームより先にそっちに食いつく。あとなんかもう一個なかったっけ、この手のやつ。あ、機械ちょっとない。英語のやつでさ。あのね、僕もう一個あったよね。この辺そう。この辺が。この辺が。この辺と。はい。あ、これジョジョと。これなんかローラー的に何かじゃん。次はなんか下でと荷物。なんかさ、もう一個あったよね。英語。英語系のなんか。ネタで買った。これね、これが確かに。この2発目になって出てなかった。あ、何発か出てなかった。でももうおかしくてさ、これ去年のグロさんで向こうに行ったら外人を持ってたんだよ。衝撃的だ。いや、なんでそんなの持ってんのか。今ついこれは日本語で何と言うかしい。そうそう。おかしくてさ、いやもうこれは帰ったら買おう。これか。そしてあの配信を見ている方では何もわからないみたいな。いやいや、あそこはやめとく。いやいやいや、はい。どうも。あ、こんにちは。あれ、もしかしてライブ配信してるよ。見てる人がいる。はい。あ、いるかどうかわかんない。これニューホライズ。羊の人ってのは何見たいとか。あ、そう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 。だからもうリンクを上げてあるけど見てるかどうかわかんない。そうか、なんかジョジョ。あ、ちょっと遅れて。あ、そうそう。あれがあの最終的なあのライブ配信されたやつで。あ、なるほどなるほど。あ、なるほど。なんかみたいにこの偉大順位単語を使いながら。外人をここにお呼びしたりするとあの面白おかしく会話をする謎の会をしたいぐらい。やってくれていいよ。僕傍観したい。それじゃあ松井さんは Google ホームとか、うん、なんとか山添子とか そこにね、あるんですね。アレクサはあるんだけど今設定がなんか外れちゃってもう一回設定し直さなきゃ。アレクサ、あ、来た。あの、やっぱだ。I'm having trouble connecting to the internet. Take a look at the help section in your Alexa app. 対応した時になんかあのダメになったみたいだから、もう一回設定します。でもこれ英語の勉強できるからいいかなと思ったんですよ、最近。話しかけるのは難しい。あ、それだけでなんか答えてくれない。試されるよ、英語で。あの、まあ簡単なフレーズならいけるから。そのうちやろうと思ってて、そのまま年末まで来ちゃった。なるほど。久米さんが両方持ってるんですね。ああ、買ったみたいね。エコーとホームと。そうそうそう。僕はそれは、向こうで買ったんですね。ああ、なるほど。向こう、アメリカ？うん、そうそう。お土産として。ああ。僕ゲーム一応自分で iPad 用の今やってる、うん、お、何やってるんですか。 AE バブル、 AE モバイルっていう、はあはあ、あのアナハイムエレクトロニクス、ちょこんと飛ばして3つ揃ったら、あ、それあれだね。あの元祖パズルバブルか、はい、そうそうそうね。あ、そう、パズルバブルだ。そう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 。パズルバブル。もうなんかギリギリなとこだな。
そのぶっといやつの同人って知ってるもの同人そういうことか。あ、標準だし。はい、そうです。三照透明な海を守る会っていうもうなんかでそれがなんかずっと毎年あの出してた同人本を一個にまとめたっていうなんかすごく良さそうなやつ。あ、すごい難しいじゃないですか、これ。そうですよ。あの緩いのはタイトルだけですよ。中身は本当だ、緩いのタイトルだけか。例えば、ABC 予想っていうのが、あ、何でしたっけ、なんかそれ、ちらっと見たぞ。昨日か一昨日のニュースで。日本人だっけ、京都大学の。なんか今の、このフェルマーの定理とか、あとポアンカレ予想とかに並ぶ、すごい難しいの解いたとか言って、すごいなと思ったんだけど。意味が分かんなかった。なんか最初、あれなんか、2、3年前の話かな、そうそう、ええと思ったんだけど、やっぱそこもそうなんだよ、ええ、なんかその時にも、何だったっけな、すごい斬新な方法で証明していて、ええ、そうそう、誰もなんか分かんないから、それをまず考えるところからだみたいな、そうそうですね、まあ、あれがようやく査読が終わったみたいな、何かの人が。会話する女子がいたどうしよう。え、女子の人が書いてるこれ。だってそうじゃなくて中の設定的にそうじゃん。いるよ、ちなみに。恐ろしいけど。いることはいるけど、うん、身近にはいないよ、ね。身近にはいない。ちょっと見てみたいな。あ、はい、みたいな感じじゃないですか。そばで聞いてて何言ってるか分かんないって女子が書いてました。詳しくもう呆然だけで話が進んでいくっていうところが、はい、コミュ障でも大丈夫なんだよね。そこ詳しくできればと思います。そういえばあのコムの本って松井さん持ってたんですか。ありますよ、 ATL コムもそう。あ、この辺そうだし、あの辺もそうです。あ、これだ。そうだ、なんか前言ってましたね、そういえば。それを言えば、コムは全部わかります。でももう絶版なんですよね、これ。これは読み解くのは難しいけど、だけど、分かったときに、こういう、こういう。なんかこうやって見せると、ここ、なんか、モザイクがかかってて。そうそう、なんかね、なんか、見せちゃいけない。効果、そうそう、なんかね、透明なあの何？塗料？この光る塗料で、いや違うし、違う。これちなみにね、僕買って1年半ぐらいにメーカーしてたんで、最初読んで、その時にはわからなかった。で、なんか2年くらいに買ってて、それから読んで、1997。こんなで3年ぐらい、うん、この時代にこれを考えたやつはすげえなと思う。うん、そう今やっとさ、恩恵がみたいな感じで。もういいですと。もういい。この出てこなくなるんだろうな。なんか時代の移り変わりも変わっちゃうもん、ね。Excel とか Word をオートメーションしてると、メモリが解放されずに、残っちゃうわけです。そういうのって、コムが悪いわけじゃない。やっぱり、呼ぶ方がきちんと全部解放しないから。ただそこは、そうやって VBA でってこと？ C シャープとか、C シャープでやるんだったらコードを書いた人の責任だけど、ただし、まあなんかこのインテロップとか使いにくいのは事実。まあ正しく書きたいとこだけど、あまりにも正しく書くのは難しいっていうのは、まあね、まあそうだ。
トネット同士だったら全然オートメーションと同じことができちゃうじゃないですか。普通に作普通に作れば、まあ、GC があって、いや GC っていうかこれも GC の一種だけど、まあだけどあっちはね、うん、難しい。それはもうあれですよ、カラオケでももクロのライブで歌えるやつがあって、それ見てあこれは本物見たいなと思って買った。これ何ですか？モモクロのブルー。あっブルー。ああ何年セット？なんかね6枚か。あすごいな。これも乾燥したんですか？ね、デイ2をまだ見てない。あそう最近買った。あ最近、うん、中古のやつ。あそうなんです。違う、だからなんかモークロが歌ってるある歌があって、うん、それはアニメの主題歌で、でそれが好きで、でそれが誰かも知らなかったんだけどモモクロで、でそれを歌おうと思ってカラオケに行って、で歌ったらそれがたまたまなんか本人のこのライブのライブ映像で歌わせてくれるやつだったんだよ。でそのライブ映像もまたすごくて超豪華で、でなんかあこれは本物が見たいと思って買った。でそしたらあっすごいんですね。この形あれだ、今日の朝のカウントダウンだ。あっいいの、今強くてさ、あっ山口百恵とかどうしたんですか？作曲作曲結構有名な方だったんだ。亡くなっちゃったんだけど、ちょっと飲みたかった。え、じゃあ、AKB とかと思ってたときな、そうだね。まあ、そうか。本格歌えば、どうぞ。かつ、じゃあ N さんの歌もいいのかなというか、ちょっと見てる話。AKB っていうか、いい曲見てないの。嫌いじゃない。嫌いじゃない。積極的にやる。そうそう。いやまあ面白い。でもエンターテインメントだね。いや毛嫌いする人もいるじゃないですか。たまに。そういうことは全然なくて、好きは好きなんですよ。積極的なこういう風に買ったりは、買ったのはセーラームーンですね。僕なんかセーラームーンってあれ、まあ、実写の方。実写の方とか。実写は好き。あそれは好きじゃないどっちかっていうか。本編。あれ。一番最初のやつ、それとも最近5年間、そう、最初の5年間。ああ、全部終わってるそれ。大体全部。おお、すごい。おお、すごい。でも僕はなんか、SS 以外は結構ハマってた。あ、スーパーズですね、スーパーズ。SS ってちょっとバレちゃった。バレちゃったことがありましたね。そうですね。あれは面白い。なんか見てた。いや、僕全然見てなかったんだけど、面白いから見ろって言われて、で見た。そしたらハマるんですね。面白かった、ね、最初のうちあれだったけど、だんだん話が、そう、あれが流行った時にさ、仮面の男が出てくるじゃないですか。タキシードガンダム。そうあれのさ、Windows アプリにエラーが出ると知ってるそれ知ってるぞ。会社に PC に入れた時期が僕も入れてた、知ってる。あ、聞いたことある、見たこともあるけど。なんかね、あれって、Win16 ってなんかエラーフックできるんだよね。そうそう。で、それ使って、どうもなんかフックして、で、なんかシステムエラーが発生したら、ピキリンって言って、なんか、タキシード仮面が現れる、あのシーンが。なんか喋るんですか？うん、喋る。バラ飛んできたじゃないですか。バラ飛んできた。めっちゃ面白い。もう爆笑してたから、ね、タキシード。そうよう覚えとんね。いや、あれ歌が流れるじゃん。うんうん。で、開発やっててエラーが起きまくった時があって、うん、あいつがいちいち印刷してるから超絶うるさかったもういいからみたいな。あったわー、あったね。懐かしい。今となってあのアプリも作れないよね。セキュリティ上の問題だね。いろいろちょっといろいろダメだよね。これマスターと音も遅れて聞こえてる。あ、それね、これも遅れてる。あ、本当。よく
本当に音がちゃんと取れてるかどうかわかんないんですか。で、なんかミキサーオフにしたまま、なんかはい、ひたすら喋ってて、終わった後でもう大ショック。音声全然入ってない。っていうことがあるので、まあ、だからなんか普通なんか配信やってる人とかなんかこうやってつけたりとかイヤホンつけたりしてるじゃないですか。あれはだからちゃんと音声が聞こえるかとかも見出して、しながら喋ってる。これなんだけど、これはもっとややこしいんだけど、これは、キャプチャーするのに少しタイムラグがあって、そのラグの分がこう、ブレスを持ってくるアニメになった。さっき、ハハハっていう音がちょっと遅れて、ちょっと遅れて、うん、そうそうそう、あれね、3秒ぐらい遅れて、なんか今のやつはもっと遅延がほぼないみたいで、キャプチャーできるやつもあるみたいで、これはね、なんか、生ストリーム直接記録できるっていうのが無理で、なんでそれで買ってみた。結構投資してる。買ってません。残りはこれだけ。これがクソ安なやつなので、これをどうにかしたいと思ってるけど、それはキヤノンの XA30 とかいうやつが欲しくて、15万ぐらい。だからちょっと踏み切れ。これってそのカメラのカメラ。もうあとね、それぐらい。これを上って言い始めると、次に不満なのはスイッチャーなんだけど、スイッチャーは多分50万ぐらいするので、これの上が。だからそれも無理だ。もうなんか、アマチュアはあんまり我慢しとけみたいな。これで我慢しとけ。もう買えよ。いや、だってこれも高いんだよ。これも14万ぐらいする。スイッチャーも。そうなんで、しかもスイッチャーでこの程度のことができるやつはもうこれ一択、これしかない。このローランド V1HD っていうやつ、ね、これしかないので、1998年ぐらいのスイッチャーだったらあるけど、それだと全然使えない。それ FHD スイッチできないでしょ。あ、そういう HDMI をスイッチできない。あ、ない、そうか、そうか、ない。そうそう、じゃあ一瞬考えたよ、僕もアナログ RGB でって思ったけど、うん、今それで撮ってってなぁと思って、今企画が違う。そう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 、これからだって 4K が主流とか言ってる時だから、うん、ちょっとこれを買うの迷ったから 4K だったし、チェンジはどうだろうと思って、まあまあでも 4K にしようと思うといろいろ 4K にするのにまた金かかるから、そうそう、 4K 配信するのかって感じで、そうそうそうだからね、もういいかと思ってさ、モニターが1、2、3、4、6、ちなみに眠らしてあるのかなと。モニター前に、そう、モニター前に。あの横長のモニターってあれで1台な、1つなんですね。あ、そうそう、1つ。こんな企画ってあるんですか。そう、今ウルトラワイドっていう、ウルトラワイド、あの結構あの、まあ、なんていうの、あのみんなで見るのにはあんまり適さないんですけど、あの要するになんかこうカーブしてるから中心がここら辺にあるっていう前提でなんかこう没入感とか。あんまりでかいのが一人向けてもいい。そうです。あのでかいとかみんなでこういう感じ。あと、なんていうか人間できない。ああ、やろうと思います。3分ぐらいやってる人。これだってあの上位は曲面してないから。あ、そうそう、だからちょっと若干曲げ、そこもカクカクになるのかな。それ難しいんじゃん。多分あのいやあの曲げるんじゃん。平面の横に曲げるだけだったら曲げれるけど、だけどあの曲面あのなんだっけ球体にしようと思うと難しい。まあね、シワが寄らないから初めからそうやって作らんの。ちょっと難しいな。シート型の液晶でできる。あ、確かにこう真ん中がこう歪んでるみたいな、そう、難しいかもしれない。ぜひ加藤さん、え、材料で完成させてください。それができると、あの全面全天候型モニターができて、まあガンダムに一歩近づくみたいな。それより脳に直接させたら早いんじゃねえみたいな。ああ、まあね、
いや、それはやめといた方がいいわ、あの気が狂う人が直視するから、まあ、そんな感じで始まりました、はい、始まってもいないけどもういいかな、そうか、なぜか僕がこの中心に来ていると、うんうん、僕がこう、はい、加藤さんはこれでやるみたいな、あ、そうなの、ね、俺、これなんです、これ、うん、ちょっとそれはあれじゃない、なんで今あのカメラ映してる、僕はまあこのちょっと今カメラが見えてないんですけど、ウルトラワイドなんだけど、なんだけど、はい、まあ何やろうみたいな話で、そうですね、その話をちょっとしたいな、はい、じゃあどれ行きましょう、うん、ちょっとしまいます、で今後ろで流してるのはダライアスバーストですね、ホワイト画面とかでネタになってますけど、ちょっと止めます、で今僕が持ってるのはこれだけど、その他にもストアで今あのインターセールをやってるので、まあ、この際なんか話題で面白そうとかいうのがあればそれをやってもいいかなっていう気はしている、やるっていうのは僕は買うっていう意味だけど、このストアで一番高いものを夏井クレジットで買う、うん、いや高い、それは高い順とか、いや面白そうなら買ってもいいかなと、面白そうってなんだろうね、まあで個人の好みがあるからな、今日だと人がいっぱいいるので、うん、マルチプレイができる方がいいのかななんていうのは思います、うんうん、ジャミーね、カコさんがちょっとマイクを使って近づく、なんでガチガチ、あ、それがマイクなんですね、そうガチガチ音が入ったりしてもう雑もいいとこだけど、ここでいつも配信の動画撮ってんだよね、うん、そうそう、松岡さんこの狭い部屋で何時間くらい、だいたい1回に1時間から2時間くらい、あ、そのぐらい、うん、ラブラブしてるんですか、うん、そうです、ラブラブで、あ、松岡さんが来た時の話か、そうそうそう、あ、松岡さんはね、だいたい30分から1時間ぐらいかな、30分から1時間ぐらい、うん、うん、そう、それを1本か2本、うん、ネタがあれば2本、顔出し NG の場合はこういうの、顔出し NG って言ってるけど、もう顔出てるこれ、はい、はい。かぶるのせい。それ見えるの？口から見えてるの？あ、鼻から見えてる。ああ、なるほど。一応ここにもある。それはオオカミなのかシベリアンハスキーなのか、ハスキーですね、ハスキーかで、まあ、あのそれ先にあの何をやるか決めた方がいいんじゃないかと思ってますけど、はい、どうしようかな、何系がいいですかね、皆さん、絶対配信できない系のゲームとかある、あー、エロゲーが若干だ、でもSteam で公開されてるエロゲーってのソフトのやつだからな、ソフトのやつって、あのバリバリな、要するにあの日本国内で売られてるようなあのエロゲーとかはない、あの直接的な、あるいは削られてる、そのシーンがヤバそうなシーンが削られてる、Steam はあのインターナショナルなサービスなんで、あんまりなんか表現的にやばいやつはそもそもストアの申請に通らないっていうことが、おっさんが集まって3人でそういうことやっていると、うん、熱い嫁にやばいことになると思う、うんうん、いや、いい、別にいいかとかわからんけど、わ、何それ今、うん、サンクト、いや、これなんか面白そうだなと思って、あのマルチプレイでちょ、それ1年前何の、あら、ある、ある、いや、それでやる、やるんだったらそっちつなぐ、ちゃ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 、やるわけじゃなくて、これは昨日僕が何がいいかなと思って物色していて、今ね、加藤さんがね、めっちゃエロいゲームを見てますあの自分のノートでこっそりと見てます、あ、さ、それをここでやる理由は何なんだろうなんか塔を立てて、うん、相手の侵略を防ぐらしいんですよ。いや、皆さん見えないじゃないですか。まず調べてよ。サンクタム。うん。サンクタム。で、これ2も出てるんだよね。確か。ああ、あるみたい。
そう本当です。2は日本語サポートされてない、うん、1はサポートされてない。ただ見た感じ、これ何するんだろうって気がしていて、意味はなくて、はい、シビライゼーションの最新作かな。最新作か、最新作か。これは言ったことあ、コンプリートパッカーじゃなくて。とりあえず言うと、あとで参照できる。あ、今左上になかった。あら、ちょっと待って、そうじゃん。最近チェックした。私は違うもん。あー、リストから。あー、これな。なんか桃鉄みたいなやつか。桃鉄みたいなやつがあったらいいなと思った。桃鉄か。あ、あとね、なんかね、謎のあの洋芸っていうのか、中国っぽい絵柄の東海道。東海道ってのがあるんですよ。それが今日僕の昨日の成果ですけど、東海道、あのね、本当にロマジ東海道今のでも到着したってどうやって知るの。東海道、東海道、あ、俺でしょ。一応ボードゲーム、日本語をちゃんと対策って言われたらそこも知らない。始めると終わらない、うん、そうだよ。僕的にはですね、エアマネジメントというあのマネジメント系のゲーム、あった、え、あれあるない、ない、ね、ないよ、ね、なんうん、懐かしいな、エアマネジメント。あとあの公営テクモになったんで、うん、アトリエシリーズがここにあるんだ。ああ、あるね、うん、パソコンでアトリエやれるのねみたいなのは昨日知って商品で、ぜひ65インチ買ってガーン。あれ75インチだよ。まずは部屋の大掃除から始めなきゃいけない。ああ、
そうですか。あと、あの、ゲーミング PC ないんで、いや、ほんとに。ワーハイ7の初期の頃の CPU。ステップステップ。いや、だってさ、それを送るとそこでしかできないじゃないですか。元生活って結構不便は。そうすると、なんとなくあのクラウド上に活用する PC でも買って GPU で動かすかっていうと、月々食らわない。ただうちもあのお宅に漏れず積み毛が大量にあるのがなので、GPS4 とかいろいろあるんですけど、大量の積み毛を消化してからでいいんじゃないかって議論もある上に、そっち側でゲームを買ってたりもするので消費されないやつです、ね、レーザーゾーンってお店の名前、あ、そうそうそう、メーカーの名前、メーカーの名前ゲーミング PC だと有名だよね、うん、ここか、あれだよね、なんだっけ、デル、デルってか、あ、デルの PC か、エクスペース、だから宇宙人みたいな顔もそうです、ね、あ、そうそうそう、エイリアンウェアって呼んでたやつ、今でもやろうかなっていうのはどうでしょうみたいな話でした。パトリーも興味あるんだよ、あの、なんていうの、材料を入手してきて、なんか作って売るみたいな、なんかゲームだったら一度前やったことあって、これが、これは、ストレッチ、こういうやつ、なんか、こういう、なんかロープレの、もうすごい単純ななんかダンジョンに、うん、あの、何、材料を、稼ぎに行って、で材料を手に入れてきたら、そしたらなんか自分のお店でなんかそれを合成して商品にして売るみたいな、あ、こんなお店で商品並べて売るみたいな、そういうゲーム。若干左の女の子の目が死んでるのが聞こえた。これはこういう映画だ、みんな死んだ目して、死んだ目あ、男の子の方もね、死んでる。そうそうそう、なんかお前らどこを見て話してるなんかあの、なんだっけ、ログライクゲームやって、で、なんかお店売るみたいな、お店で売るみたいな、そういうゲーム。非常に好評高いですけど、なんかあんまり好きかったんだよな、しばらくやったんだけど。あとあれだ、昨日見てたやつだから、モノポリー系かな。あ、モノポリーか。モノポリー何があるの？あれ、純粋なモノポリーがあって。Want a new way to play? Choose your favorite house rules, or roll the speed die for fast-paced fun. Challenge your friends and family online and decide who will take home the win. Check out what's for sale around the block.But be careful where you land. Wheel and deal like never before. In Monopoly. これスペイン語ですね。スペイン語か。よくわかりました。ブエノイグッド。What to play online?
結構ある話だよね。シムシティオンラインとかがやらかしたんですか。ああ、やっぱりオンラインだね。オンライン接続だと思って。ああ。ネットワークを消費しちゃうから嫌だっていうこと。いや、多分なんか接続できないとか。つながらねえ。つながらねえ。っていうか、遊べねえって感じ。うん、そう。それは怒る。向こうの回線が細い。いや、わかんない。サーバーのトラブルとか、あるいはクライアントのバグか、うん、かもしれない。結構見切り発車で動くからね、最近。うん、そうそう。そう後からのまあ直す。よくそのクオリティ出したよねってコメントがついてるゲームとかある。怖い怖い。後ろから刺される。え、ゲーム作ってる人いない。あとはあれですね、僕が今日持ってきたスーパーファミコンミニ。あ、買ったの？買った。お、お、見せて、見せて。有名で、なんか話題になりましたよね。なんか、加藤さん、なんかやることなかったらあれかなと。で、ファミコンの方は若干興味がなかったですね。あのアプリっていうか中の入ってるソフト。スーパーファミコンはちょっと興味があって。おー、ちっちゃい。僕はね、なんかこの、なんか、フルスケールに対して純粋に小さくしただけみたいな筐体が好きでさ、だからファミコンもね、欲しかったんだ。一応コントローラーはその当時のサイズと一緒らしいですね。ブちゃん僕持ってました、スーパーファミコン。そっくりですね。あ、同じですね。すごい HDMI になってるよ。そう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 。すごい HDMI ですよ。かわいい。HDMI。カセットは入らんけど。そうか、入らん。これ 何入ってるんですか、あのメディア、ゲームのメディアは。あの中に入ってるやつ、ね。あ、ロム？もう入ってる。ああのか変えることはできない。変えることできない。ちょっと中国製とかで。ちょっと繋いでみようか。繋いでみよう。ちょっと待ってよ。これってさ、いいんだっけ？映してもいいか。任天堂的に。ああ。どうなん、まあ別なんか。これじゃなくて。一応アダプターも。口取れれば。そこにそこある。あ、はい。ディテールにこだわるのあまり口のない。いや、そうそう。これちょっとこれはねちょっといただけない。このままでいいんじゃないかみたいな。ああ、そうだね。ちょっと邪魔。キーが取れてない。アンベッツゴーだし。でかっ。お。ダメない。ダメだ。ダメだ。繋がらない。ダメですか。そうですか。どうしようか。どうしたんだろうな。いつも見てるときってフル HD で。あかどうかわからない。多分大丈夫だと思うけどな。スイッチャーのせいかな。ちょっと画面が見えないせいかな。という感じで、まあ、残念ですが、なんか直結したら出るのかね。直結だけどこれだと視聴者に合わない。いや、まあまあ接続です。ノーシグナル。
でかさで。あの大迫力の画面が見えております。とりあえずカメラか、カメラこうか。カメラを映ってる配信されてます。スーパーマリオワールド。すげえ懐かしい。でここでファイナルファンタジーとか入ってるんで、これ始めると終わらないやつ。いやまあ別にあのこれをやらなければならないわけではないので、ひどい話だな。一応持っていたっていう。マシュさん、俯瞰カメラがこの辺でだから、そのマトリックスイッチャーがいるんだってちょっと画面取れないんで、うん、まあ、別のものの方がいいのかなっていう気がする。これ年末になって急に変えるようになったんだよね。ずっと変えなかったの。ああ、変え、ああ、そういうことね。うん、そうそうそう。タイミング逃してっちゃって。え、それ予約販売になったんじゃん。一発目だけで、その子ってあの突発販売みたいな感じのお店が多くて、まああの店に行くか、オンラインで買うからと思うんだけど、オンラインの方の予約は全然ないんですよ。今なんかあれじゃない、スイッチも売ってるでしょ。スイッチも結局同じ、まあ、感じじゃない、うん、だけどなんか昨日もツイッターでなんかどこそこに山積みされてるって。あ、オフラインの店にはそこそこ出てるような気はする、うん、そうそうし、なんかあの新品の未使用のやつが中古屋に大量に乗る山積みされてるって普通の定価みたいな感じで、もうこの間見ました。 F0 は勝手に始まりました。何これ、アニメガールズ VR って。終わって一発目がそういう。あ、これ昨日見てて気づいたんだけど、なんか普通に動画とかも売ってるのね、アニメとか。あ、本当？いや、それ知らない。ゲームだけじゃないみたいな。まあそりゃね、配信とかやってさ、そうなるかなって気がする。アミビシックとかあるね。でしょ。よ。ソフトウェアも若干あるね。もうね、楽なんですよ。あの、そう、これ言っちゃってはいいかどうかあれだけど、あの僕はあのなんだっけ、Windows インストーラーとかかなりかじって得られた結論は、こいつはダメなやつだっていう結論なんだけど。Windows インストーラー、インストーラー自体がね、まあ、そうの、あの、まあ、エンジンも含めてなんかいろいろダメだったねと、まあしょうがないかみたいなのを思ってるんだけど、でなんか今 UWP でアプリ配信とかやってるけど、あれもなんか僕のその経験からするとなんかダメ子ちゃんのように思えているんだけど、うん、その理由の一つはこの Steam のこの配信システムを見てて思った。なんでかというと、これってさ真のX コピー配信。ああ、はいはい。はい、で、Steam ライブラリって割り当てしといて、全然別のディスクに割り当てして、そこへインストールとかできるんだけど、うん、それ、なんか Windows を再インストールしても、Steam ライブラリをもう一回そこにあの指定するだけ。
だけで全部復活するのよ、おアプリ。なるほど。これこそ真の X コピー配布じゃない、デプロイじゃんみたいな、うん、アプリこの方式でいいじゃんとか、なんか めちゃめちゃややこしい方法で配信とかやらなくてもいいって。だし、で、それを裏返すと、全てのアプリが正しく配信できるシステムであれば別に僕も問題はないと思うけど、うん、でも現状あの UWP とか配信トラブルとかもあるじゃんね。なんかクラッシュして動かなくなって結局さ Windows 再インストールとかさ、あ、で Windows 再インストールしたらなんか全て元通りにしてくれるかっていうと、またちまちまとなんかインストールし直しとかやってみたって、何これみたいな感じでさ、そこは結局なんだろう、その使い勝手を求めた上での隠蔽化が図られた結果だと思っていて、うん、まあ、頑張ったのは分かるけど、そうそうそう、なんかダメだったね。で、なんか起きるともう手が出せない、うん、そう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 っていう感じには今なってる、ね、で、Steam ゲームはなんか、そのなんかアプリがインストール、ゲームがインストールされたフォルダのサブフォルダになんかゲームデータ、あのセーブしたデータとかが全部保存されてるんだけど、うん、そのフォルダごと Steam クラウドっていう機能でなんかあの Steam の方に、うん、あの保存できるんですよ、自動的に、うん、そうなんだ、うん、だからね、あのなんていうの、新しい環境にしたとか Windows を再インストールしたっていう時にはもう結局のところ Steam ライブラリをあの再割り当てするか、あるいはなんか何こっから、再インストール、うん、そうそう、でなんかこれインストールとか言って、例えばこうやってやってインストールってやって、でこうやってやるって、そうすると自分のそのセーブデータとかも含めて全て完全に再現される、 2,3 分待ってれば、だからね、そうなんですよ、僕らはゲームがやりたくてこれをやってるわけで、うん、なのでそう考えるとなんか、ああ配信システムなんて結局これでいいんじゃんって、でもそれどうせ なんていうの、トラブルが起きた時に再インストールしなきゃいけないっていう風になっちゃうんだったら、うん、だったらこの方がなんか気が楽だし、さらにSteam ちょっとなんていうの、本当の初心者ってあの Windows がどんな風に動いてるかとかもわかんないじゃないですか。だけどあのなんかこれだったらちょっとだけなんかワンステップ踏み込んだ人だったらなんかフォルダとかいうのがディスクの中にあって、うん、そいつのここになんか Steam のデータがあのアプリとか保存されてるって分かったら、じゃあこれを別のディスクに移しておけば、そうすればなんかそのままなんか乗り換えたと使えるよねみたいなことが分かるわけで、なんかああ これでまあ確かにちょっとあのなんていうのダーキーな感じはするけど、でも結果的になんか一番楽だよな、いろいろやった挙句の結論としてはなんか僕はそう。でも違法コピーとかできてはないんですか。いや それはそれとまた別にあるんですよ。あ別にある、うん、あの別にそのなんていうの、インストールしたフォルダを全然別のマシンに持ってってもアカウント認証がないと動かない、ライセンス認証もされて、あそれはそれであるんですよ。それそれで、うん、単にそのインストールベースとして、レジストリ、あの昔から言われてあの Windows のレジストレーション、レジストリのレジストレーションフリーっていうのもあるし、うん、まあ、とにかくなんかそこのフォルダに一式揃ってればもう即動かせるっていう状態。じゃあそれは同じアカウントだったら、うん、いくつでもインストールできるってことで、できる同時に動かせない。ああなるほど。同時に動かせるやつもあるのかな、タイトルによって違うと思う。うん、まあでも同時に動かすっつったってね、体が一つしかない、うん、そうそうそう、だから普通にあの、うん、そんな違法なことしようとか思ってる人じゃなければこのシステムってすごい楽で、うん、だから下にある PC と2階にある PC で同じタイトルインストールだけしといて、うん、で使い分けとかも普通にできる。だから体一つしかないからね、二人に 分離して1階と2階で同時にやるなんて、ね、そうそう、マルチプレイでもやろうかっていう時ぐらい、うん、そうそう、だからねこれがなんか求めてたものはこれだよみたいな、そうなんですよ。でしかもなんか扱いも楽だし、なんかトラブルが起きてもなんか自分で対処できる、うん、十分対処できる範囲でみたいな、うん、そんな何のためにあんな複雑なことしてたんだろう我々はみたいな、そういう話を思ったんです。だからなんか僕まずなんか UWP についてはそこの配信システム自体をすごいディスってるのはそういう理由で、まあ、UWP のちょっとエンジンの部分にも不満があるけど、まあ、一番はとにかくやりたい目的に対して複雑すぎる、うん、と思って、うん、まあなんか気持ちは分かる、例えばなんか改ざんに対して、うん、あの強固にしようとか、なんかきっといろいろ目標はあってそうしたんだと思うんだけど、
果的にダメだったんじゃないのみたいな、うん、っていうのは思ってるんですけど、なんか技術、今日はゲーム大会の技術の話になってんだけどっていうことなんです。いやそれで、うん、話がずれたけど、まあなんかこんな感じで今もうインストールできたので、なんかこうプレイってやればなんかできる、うん、プレイできるみたいな、これはプラネタリアンって、これはあれ、あのノベル、あのデジタルノベルです。あ、小説。あ、小説です。あの最後泣けるのでちょっとこれ、これ映画やってなかったっけ。あ、そう、映画もやってた、アニメになった。え、このさっきからこれブラウザーかなと思ってたんだけど、ブラウザーじゃないんですか。ああ、そうそう、Steam クライアントっていう、その Steam っていうさゲームプラットフォームのサービスの、あの、まあブラウザーといえば、それ専用のブラウザーというか。うん、あ、でもこれ今、目にハードやったんだ。あ、これね。あ、コントローラーとかって。うん、そうそう。あ、まあ一番有名なのはバイクだけど。あ、I mean, I pulled the directions up on here. Make sure that the base is back against the window. That's red. Oh, yeah. Oh, 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 oh,You know, it's really hard to show people what it's like to be in virtual reality without having to try it themselves. Filming you in the green screen studio is just the best way we found to help everyone else understand what it's like to be in VR. Any questions? So, can I go first? All right, go crazy. Aw, you're so cute! プレイステーションの VR なんて、そんなのが出た。うちの娘の VR の推しを教えてる。おお、先進的だね。でも VR って言葉を知ってるのがびっくりしたんだけども、多分友達が持ってるの、な、それホロレンズとか持ってるわけないだろう、そんな人は少ないだろうから、一体何の VR を PSVR って、これ持ってたらすごいと思う。お前の友達すげえマニアだな。PSVR は今あえて買わなければならないかと言われます。そうでもない。まだゲームコンテンツとかも壊れてるから、今まだ成熟してないから、もう高くなっちゃったと思うんですけど。Hold on, I'm gonna get really angry down here. A little bit of a torture. Ah, あれの映像コンテンツが、Can we go into space? No, I can't. The grid's here. The grid wall here. That's to stop you from walking into the wall. Oh, this is so cool. 体験できる。おお。そんなあった。で、なんか街の中に行って。ハハハハ。
喫茶店、はい、あのいいのかと思ったら、サマです。あれもやった。あ、アイト、え、トマットな。いや、ただ結局この距離感です。あ、そういうことで動き回れない。Can you see me? 動き回れないし、yeah. Hold up the fingers. Let me see if... 相手が来てくれたりとかする。そういうのだったら、まあ、椅子に座っての世界だから、まあ、そんなに悪くなかったね。ただ、あれをやってて思ったのは、これあのキャバクラじゃねえかみたいな。サマーレス。今、3作目まで出てるんだっけな。あ、こんなのがあるんですか。そうそうそう。でも見えないのかな。見えるはず。じゃあキャバクラとか行かなくていいじゃないですか。そうそう。キャバクラ。ただ僕のこの、はい、なんていうのポリシーっていうか考えの中に、仮想化できるものはみんな仮想化していくんだよねと思っていて。だからなんていうの、声とか歌なんかもさ、うん、別にこう面着でやってるわけじゃないから、うん、それが CD になって売られてるやつだから、じゃあ相手がパソコンだとかコンピューターでもいいよねと思ってたら、うん、あのボーカルとか出てきて、なってきてるんでしょ。でもここまで来ると。何が嬉しいんだっけって話になってくるわけだから、こう 3D でね表現する、うん、そうそう 3D キャバクラ、うん、あこれ E3 の15年が、あの2作目に出てきたガリアル系の今の問題は多分そういう手軽じゃない、うん、ケーブルがあるっていうところかな。 E3 バイブはね、バイブは本当にもうなんかデベロッパー関係なく、あの単にゲームがやりたくて欲しいって思ってる感じかな、うん、これで何か開発しようっていう気はあんまりないかなというか、うん、ひたすらなんか時間吸われていきそうで、それ開発とかやり始めると VR とか、まあ第一コンテンツ作る能力ねえしな。3D オブジェクトとか昔僕あそこにあるけど、ライトウェーブ 3D とか触ってたけど、まあ多分今やったらもっと便利になってるのかもしれないけど、すっげえ大変で、これ極めるんだったらこれで食っていく覚悟がないとちょっと無理だなと思った。まあ多分その辺はあれですよ、 AI が勝手にやってくれる、 AI がやってくれるじゃないですか。AI がモデリングするとモデリングしてパラメータ調整とか結局の世界、そういう世界じゃないですか、どちらかと。まだちょっと時間かかるんじゃない。いや、そういう世界は、まあ、そんな気がするけど、来るけど、まあそれは今数回で言われるとそうではないと思う。なんだっけ、AI、はい、これ、あこれ知ってる林さん。あ、知らないと思う。あ、なんかクオリティ上がってるぞ、しばらく見ないうちに。それも学習するからじゃない。これでね、カメリア。機械学習で学習したあの萌えキャラクターのモデリングがあって、そのモデリングデータを使ってランダムに美少女を作り出すっていう。へえ。なんか解像度が上がってるよ。ああ280億、あいいじゃん、全然いいじゃん。普通に垂れなくなってもいい。これあの学習に協力してんの。あのたまにめちゃくちゃなのが出てくるから、そういうのはあの下げる。なるほど。もろ趣味が出ますね。いや、バランスが取れてるかどうかで見てる。萌えとしてバランスが取れてる。そのたまに出てくる変なのって見てみたいですよね。連続でやってる。あれかな、あの。あでもな、前もうちょっとひどく出てたけど。かなりいい感じになってるね。これはだいぶあの日本人が協力してると思ってる。、うん、日本人やってんじゃないの。あそうなの、うん、日本人的な顔ばっかですよね。まあ、まあ、萌えキャラクターはそういう定義だ。ああ、これはすごい。こういうやつ。これはすごいですね。これダメ。ホラーで、これホラー。寄生獣。っていう結局そうか、パーツの配置とかは学習データの元にやってるのが、うん、これだって論文発表して、あ、そうなん、うん、あそうなんですね、っていう、だからあの真面目な研究なんだよ。うーん、まあそうですよね、世の中そういうのはいっぱいありますね。GitHub に上がってる。
行動よりもデータだよね、世の中も。まだまだちょっとデータだけをかませれば全てがうまくいくっていうには JavaScript は全部作ってる。いや、Python はそうなんです。フロントエンドが JavaScript なだけで。ああ、そうなんですよ。マジンそうっていうのがありました。これはさ、これあれだよね、どんなデータ集めてるか見てみたいよね。あ、それもね、その論文発表の時になんか書いてあって、論文に書いてあったじゃないですかね。中国の人が入ってる。でもカーネギーメロンだとか、ストニーブルックだとか。これコミケに来て、あ、あの要するにあの薄い本で出してる。論文を。ここからだったら導き出せるな。でもなんであれはお化けが出てくるかちょっと気になるわ。気になる。多分ただ突っ込んで、ただあの DNN でやるだけでは今はまだ難しい。いや、現実的な時間で収まらないから、いろいろやるんだと思うけど。こういうなんかキャラクターを食わせて。面白いよね、なんかあの時代の移り変わりで多分ちょっとこう ニュートラルなあのこう表現が若干違うみたいなことじゃないかな、うん。まあ、それはあれだよね、日本人が美人に思う女性の顔みたいなのが、うん、ね、変わってくるわけだから、うん。まあ、その時に売れた絵師の気が、それによって世相が何どう変わったかっていうのをこう導き出すとちょっと面白いかな。ぜひやってください。それ論文書けるんじゃない？そうよね。そうよね。やっぱりデータとデータの組み合わせですよね。面白い。まあこの論文書くになって半径は大丈夫なのかというツッコミを僕は入れたい。いや、研究してるのはあれじゃないの？日本国外で、あとはあれだよね。利用ってあったよね、学術利用、まあ、学術といったかどうかわかんないけど、だからそういうのは認められてるんであれば問題ないと思う。著作権法の学術利用の話か。日本は厳しいけど、こういうのを持ってるだけでダメとか言われそう。ちょっと驚いたな、しばらく見ないうちに古いって答えが。いや、まあ、あれだよね、自動化ができるっていうのはそういう罪がある。結局継続的にデータが集まり進化していくからさ、まあ、そう、あの我々の、ね、コード書いてバージョンアップみたいな感じにさ、頑張らねばどうにかならないみたいなパターンじゃないもんね。いや、でもデータ集めるの大変じゃねえか、まあ、あのなんだっけ、あの世界で大変なのはあのなんだっけ、そのまともなデータとまともじゃないデータの分類とか、それはなんかまだ人間がやらなきゃいけないから。あ、でもそれだとさ、その辺の専門的知識がなくてもいいわけじゃん。いいよね、さっきいいよね、悪いよねみたいな話。じゃあどうかな、興味がある人がやってくれればいいだけの話。まあまあ、なんかいろいろ超絶脱線をしているって1時間以上。いや、いいんじゃないの。
に今日はもうなんか何でこのなんていうのゲームを切り口に技術を語るみたいなまあそれでもありかなとは思ってたんやけど、まあね、僕が一番気になったのはさっきのブラウザーの左上に肩甲骨っていうリンクがあったのが気になったんだね。はブラウザーの、あ、そうです、肩甲骨あ、これじゃない、これじゃない、ほら、肩甲骨ってあるじゃないですか、左腰と肩甲骨。あー、これな、これね、嫁さんがね、これ見てやったらとか言う、こういうのやるといいよ、肩甲骨凝るんだわ、肩甲骨の周り。あー、なるよね、なんでこんなことやってるんだなんかゴリゴリやり始め、奥さんも結構ネットで情報仕入れる。ああ、そうだね、もう意思はあげてる、与えてる、ああ好きにやる。松井さんのさらに PC だからいかつやつハイスペックで普通にビルドができる。ああ、できる。i7 の5だけど、i7 の5C、 今あの伊藤さんが使ってる。でも普通に開発できるあのマシン、うん、それで何をしてるかというとブラウジングしてるという、うん、いや、いいんですよ。なんかポチッと押してサクッと出るっていうのは重要ですよ、うん、そうですね、こうやって押してこうやって瞬時に出るっていうのは重要なんですよ。何使おう、教えてくれたんだけどやってないんですよ、うん、外に広がっていくか、人は相当入れるようになりそうです。外に広がっていくか、でやってトラベライフ100度とかトレイブどう肩甲骨か、ああそういうこと、最近ね、やってんのがこれこれね、これ割と好きなんですよ。ローグライクゲーなんだけど、うん、刺されたのか、ローグライクゲー。ローグって何ですか。あのね、ローグっていう、昔々ローグっていうゲームがあって、4.2BS2、1BS2 ぐらいかな。イニックス？そうそう、イニックスの話です。で、あの、地下迷宮を、ランダムに生成された地下迷宮をひたすら潜っていって、イエンダーの魔除けというのを手に入れて、地上に戻ってくるというテキストベースのゲーム。ああ、なるほど。なんか、ローマかい？結構、見たらわかるかもしれない。95年だった、うん、パックマンじゃないけど、パックマンではないBSD ユニックス 4.2 BSD 4.2 でしたね。グーニーズみたいな友達なんかストーリー、うん、そこまでね上等ではイエンダーの魔よけとか、あ、こういうやつ、あ、こういう画面、ね、あったね。で、これはが、これ、あ、そうだな、これがもう元祖で、そこから発生してるゲームが山のようにあり、うん、僕が好きなのはその発生の一種類のネットハックっていうゲームがすごい好きで、ずっとやってたんだけど、うん、なんかね、あの、そういう系統のゲームなんですよ。でも、あの、こんなテキストベースじゃないんだけど、グラフィカルのゲームなんで、見れば分かるんですよ。やった方がいい。
認してないの？配線が、いや、でもね、ちょっと待ってよ、どうして出ないんだろう、なんか出てもいいような気もしなくて、ハウリング しないために出さないってさっき言ってなかったですか？あ、それともまた違う。あとね、いや、でもするわ、確かに音が出たら逆にしてしまうな。でも、なんでしないのかもよくわからんけど、出ない。ここら辺で、この辺からするの、ぼかしてるよね、なんか。これテレビじゃん。テレビか。なんか刺さってるとか、あの。あ、なってる。あ、やば。あ、ハウル。ハウル。ちょっと小さめてじゃん。はい、こんな感じ。あ、そうか、絞っといたんだ。あのマイクの僕らの音声と被るので、ちょっとあの。PC からの音は絞ってある。そうするとランダムにエアとか作って何するかというと、ミッションが与えられていて、この横の赤と青の枠のやつがミッションで、これはスイッチって書いてあるんだけど、スイッチを押してくることがある。スイッチ、そう、3箇所あります。それからピストンか、これはなんか、あ、ブレイクアウトオブプリズンって書いてあるから、なんかここに捕らえられてる人たちを解放する、そうするとお金がもらえるみたいなのがここの回の目標です。それぐらいの資料で、見ていくと、これをブレイクアウト、ここに見張りが、なんか黒ずくめの男みたいな見張りがいる。これは見つかると奥、ああ、もちろんやばい。そんなバカちゃん。逃げろ、みんな逃げろってな感じで、まずは一つ。これ今自分が持ってるものなんだけど、この下にあるんです。で、これはレンチだね。これで一分殴りするわけだね。え、何、100レンチ？ああ、100レンチ、100ダメージ与える。だけど、人に対してはそうだけど、他のものとか叩くと、一挙にガーンって、あの残り回数が減ってしまう。何もろいレンチ。品質悪い。あと、自分が今持ってるのはマシンガンと、進化持ってたら、あえて現地って叩きさせる。マシンガン40発しかないからね、あっという間なくなるんだよ、マシンガンだから。ガラガラって撃っちゃうから。セグナ。あと、ドアデトネーターはドア破壊する爆弾、爆薬。これがね、極みないさ、なんか今一応わかんないんだよね。なんアミネーションって何？アミネーション、アミネーション。ね、なんだっけな、こう、武器みたいな、そんなような意味なんだと思うんだけど、わかりますね。まあね、これは僕はショップでお金なんか買ったり。で、これフードだし。で、これも、あ、これビールか。ハリウッドか、この2つは買いに行くし。一緒中にビールなんだ。で、これゲーム始めるときにキャラクターがいろいろ選べるんだけど、それによって初期持ってるものとかステータスは違う。あ、これはあの、なんていうの、自分なんだろうな、兵隊さんみたいなので
マシンが持ってるけど、マシンが持ってるやつはブーツしかいない。だから、あの何も持ってない人は、とりあえずどうやってブーツを手に入れるかとか最初に考える。あ、やばい。この場所に鉄板したっけ？わけじゃないのか、そう、脱走させることが目的なので、その後のことは知ったことじゃないみたいな見ったもので、上の帽子とかの道を、実はこの辺にあるこのボタンを押す、オペレートとかなんかレーザーなんですか、うん、そうそう、いろいろある仕掛けがある見張りもいるし、ね、そのオペレートを全部で参加者で、これを押してポチポチ押してくるという、ここにカメラがあるんですよ。カメラ。これバレると警報が鳴ってワヤワヤ来るので、バレないように進まなきゃいけないんだけど、このカメラのすごい近いところには実は見つからないので、こんな感じでやりすぎる。そんなカメラの真下は、ね、そうそう、真下は映らないので、そういうことか。で、コンピューターロックされてるドアとかをコンビニに開けるから、結構なハッカーですね。そうそう、これね、ここに近寄れないときにリモートでこのコンピューターを操作するハッキングツールとかもある。で、まずこいつが一番簡単なのが、こいつをスイッチを入れる。そこが見通してるところに人がいないので、からなんか、ま、緑色のやつ、から今なんかバレたら撃たれたけど、バレるだけじゃなくて抵抗もなってるんだけど、近くに人がいないと来ないから、まあ、たまたまよかったりもするんだけど、まあ、もちろん本部でここに宝箱が何が入ってるかわかんない。で、あとこれは戦わざるを得ないか。すごいな。これはレーザーエミッターってなってて、ここを踏むと黄色の線、これそうなんだけど、黄色の線の場合は警報が鳴るだけで、赤だとね爆発するんだったかな。で、まあまあ黄色だから、ああやられた、これ罠が、フロアスイッチを踏むと今のなんか棒みたいなのが出てきて大ダメージを食らう。ダメージはあの左上に今ヘルス出てて100分の61だ。今のね、なんかピストンのやつはすごいダメージでかいから、できれば避けたいんだけど、違うさ、これね、石を投げるんですよ。石を、ね、こうやって狙いを定めて、これすごいゲームだな、これ。これで3つのスイッチを取り出できたので、ミッションコンプリート。で、コンプリートできたら出口に行けば出られる。ちなみにこれは、なんかよくわかんないけど、ジェネレーターだし、ね、3回ぐらい叩くと爆発しますと。で、爆発するとこういうふうに周りを巻き込める場合、これだと壁を破壊したんですよ。あ、ミッションクリアした後もいろいろもらえるんですね。そうそう、大丈夫。他にもね、あのミッションクリアするのは 最低限の目標だけど、他にもいろいろ部屋があって、まあ、好き放題したければしてもいい。
下は入ってきた方、もしか入ってきた方はダメだっていうかもしれない。で、これでクリアしました。で、クリアすると、3つの能力のうちの1つがもらえるので、なんかどれか欲しい。これは多分戦闘になった時により早くなんかこう攻撃できるとか、傭兵を雇えるんだ。あ、そうだね。で、傭兵を雇うとフォロワーズなんだけど、フォロワーズがそのより体力が増えるようになる。で、これはね、エブリワンユーティーギブトって何？ギブトって何？ギブトわからないけど、多分M 字点はない。だからない。ない。こういう翻訳で。ないですね。ジブを掴むとしか出てこない。ジブを掴む。あなたが殺した人はみんな、どうなります？ジブになります。Bye.
メスは多分ぐちゃぐちゃっていうか散乱って。これね、相手をノックダウンするだけだったらできるんだけど、その後ね、さらにそのノックダウンして倒れてる死体というか体にダメージ与えることができて、そうするとぐちゃってなるか。あそう、あの常にそうなるってことを言ってるのかもしれない。それね、影響があるかもしれなくて、多分それを目撃、そこを通りかかって目撃した人がどう感じるか、なんか犯罪が起きてると感じるのか、それともなんかもうスプラッターになんかいうことに恐怖しておののくみたいになるのかの違いなのかもしれない。結構なんかそういう細かい描写はあるので、そういう違いがあるのかもしれない。それが何の役に立つのかよくわからないので、2階以降は警官がいるんですよ。だから街中でいきなりさっきみたいにあの戦闘を始めると、そうするとなんか警官を追っかけてくる。警官はまあまあ強いので、なんかあんまりそういうことはしない方がいい。これがこれはドクターをニュートラライズ、まあ、倒せる。これかな、あこれもそう、金庫からこれを物を盗めたり、サーキットボードを盗めたり。ランダムだから毎回違うの。そう、全く違う。やってくれる、お金払ってやってもらうっていう。ああ、そうそうそう。報酬は、あ、チキンナゲットね。チキンナゲット。いや、これね、意味があって、レジスタンスはなんか知らないけど、チキンナゲットとあと何かがすごく重要な、重要なんですよ、彼らにとっては。で、それを持って帰ると、そうすると、なんか新たな能力とか、あのアイテムとかがアンロックできるんですよ。カモっていう非常に重要なアイテム。チキン、チキンナゲット食べないとお腹減っちゃう。そうそうそう、まずはチキンナゲット持ってこいみたいなこと言ってます。この人はさ、銃ってで、ブリームウィザーアイテムを選ぶと自分の持ってるものと交換できる。は70ドルでそれを買う、あるいは盗む。で、ここショップはあの普通のショップで、ビールとかカクテルとかウイスキーがあるんです。さて、どうやってやるかって話ですか。で、ちょっと物騒だね、なんかアックス持ってるこの人、アックス持ってる人がうろうろしてるんで、ちょっと物騒。
雇えるけど、22ドルは安いので、多分そんなに強くないということが分かる。37%です。あー、バレた。やばいやばいやばい、めっちゃ打たれた。あー、頭死ぬ死ぬ。あー、死んだ。というわけです。なるほど、見てるだけで面白いですね。多分マルチプレイヤーやったことないけど、マルチプレイヤーだとあの複数で分割してあのいろいろミッション、画面が分割協力して、いや、シルエットで違うんでしょ。あ、別々のマシンで2つ、確か2つあって、この画面が分割してやれるパターンと、それから別の PC とリンクしてやるパターンがあるんじゃないか。すごい。で、トレインズがこれはね、なんだっけな、あ、能力、あ、この時上に、あの左上にナゲットが、チキンナゲット8個って出てるんだけど、これダラー2って書いてあるけど、チキンナゲットの数なので、これで7だと7個引く。で、ビッグバレンスは、なんだっけな、あ、そうそうそう、その自分が銃を撃った時の弾か、なんかでかい弾になって当たりやすくなるとか、ああいうのがある。で、あるんだけど、これアンロックしても、すぐそうなるわけじゃなくて、なんだったっけな、トレースの場合はあのワンステージクリアした時に、あの選択できる選択項目にこうここで選んだものが出てくるよっていうのがあります。だからリワードは、これは、アイテムがアンロックできる、初めから持ってる、そのキャラクターが持ってる、例えばこのキルアミナイザーというのは分からないけど、なんか持ってるものはを除くと、ゲーム中に手に入れれるかどうかが、ここでアンロックしてるかどうかによって決まります。確か。で、ロードアウトは次回のゲームの時に、何か、あのお金というか、ナゲットを払って、何か初期装備として出したいと考えています。これ、ランダムなのかな、なんか、ちょっと、あの、全リストはここに出てこない。ミューテーターズはあの自分で縛りプレイヤーに対してみたいにいろいろ縛り条件を追加できる。例えばノーガンズにすると銃は一切出てこない、うん、いうのがあります。こういうゲームです。なるほど。マジペーは一応アミネーション弾薬か、弾薬、あ、アミナイ、アミュ、アミュニッション、アンボっていうね、そうや、うん、弾薬のことなんですね。鉄砲のキルアミナイザー、うん、あー、え、じゃあ、あれ持ってると弾使うと殺せる、簡単に殺せるとかそういうことかな、うん、あの赤いなんかに、うん、はい、っていうのが最近なんかあの割とサクッとやってサクッと割れるのでよくやってる、うん、あと薄いとか、あと、あ、あとこれツイッターで話題になったの知ってる？スーパークライト。いや、知らないです。ユニティで作った。これ飛ぶだけ、ひたすら。で、下を向くと加速する。で、すげえ微妙なところを飛べば飛ぶほどスコアが。ぶつかっちゃうことあります。ぶつかったらダメです。ぶつかったら死にます。わあ、やばい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 。っていうだけのゲームなんだけど、これだけ、これだけ。あんまりウェーブ勝てると、あの揚力がなくなって勝手に観光しちゃうから。あ、それぶつかるとやっぱ、あ、ポータルなんだ。あ、そうなの、あれ、あれ、
めっちゃ細いなんかトンネルみたいなとこ通れば通るほどものすごいスコア。この人何がしたいの？これ地面はあるんですか？ないですね。下まで行くと、そうすると次のステージに行っちゃう。うん、この建物が建物で、このなんかあれがストラクチャーがなくなると次のステージに行きます。基本は加工することしかできないです。こいつすげえな。どの辺用力出せるんですか？いや、あのなんか羽みたいなやつじゃない。だって精神力ないの。風が吹いてる。あの今15っていうのはポイントが。あ、ポイントは。おお。危ないところを通ればそのほどポイントが。あ、次のせいでちゃった。あ、左のスティックだけ。今ね。A でもないな。A。これ難しいな。あれ、こういったの人形を世に放った感じ。人じゃない。だんだんこれ苦手。これはちょっともうちょっとやってみるか。もうちょっと。はじめさんはすぐここ狙わないもんね。あ。ぶつかった。サクで直せる。ちょっとポイントついた。あ、動かない。また次別のステージ。あ、そうか、そういうこと。わからない。ちょっとありがとうございます。これはちょっと汗がついちゃって、手に汗握ってましたね。このことです。っていうやつ。ただひたすら飛ぶだけで面白いから、みんなもやればって言われてやってみたら面白かった。スーパーフライです。そうだね。あと、昨日これずっと買おうかどうしようか迷って、VR でもできるんだけど、VR でやりたいなって思わせるやつが面白かったんですなんかあのトロンみたいな感じ。トロン、映画のトロン。あ、トロン、うん、なんかね、すごいトランスしてくるThank you.
ね、音楽が、音楽というか、音も含めた映像と、なんか音がすごいいい感じ。綺麗な。音が必要な時は、なんか分岐させて、三つまたみたいな。ね、一番いいのは、みんながヘッドホン。そうすると、もう安全に。そうですね。あ、イヤホン持ってる。あ、持ってる。イヤホン持ってる。でも全然いいですよ、別に。ボタンを押しながら、狙うとロックされる。ボタンを離すと撃つ。ボタンを押しながら狙う。ボタンを離すと撃つ。こうやって負けることはないんですか？ある。あまり近寄らせると、やばい、うん。で、今のなんか四角い球みたいなのを破壊すると次のステージ。長くないから、まあ、多分今日は使えない。あ、これマイク、もしかして。あ、そう。あ、これも入るんですね。そう、入ります。これがハウリングシャット。100円ショップで2分岐っていくのとか売ってるじゃないですか、うん、あれを2つ買ってって組み合わせれば大丈夫なんですか？まあ、そう、ダンスめちゃくちゃだけど、まあ、何よりマシかみたいな。人気ダンスめちゃくちゃ。こんなわけられない瞬間。Thank you.
作品初期なので、今全然まで。イヤホン自体はもう一つある。そうですね。HDMI でスイッチャーに入って、でその後ここに出てる。このあこれか。うん、そうそう。あそう。こいつから発生したあの HDMI 経由で音が流れてる。で普通にあのなんかあじゃあ このマイクを分離すればよかった。どういうの。これこいつで流れた音が。ああそういうことか。スイッチャーがミキシングしてるから。マイクの音だからこうあそういうことはわかった。そうそうそうこうなってこうなってこうなってる。それでハウリングしてる。そうか、うん、そややこしい。で一番確実な方法はマイクじゃないスピーカー音を分離することで、うん、じゃあ我々はそうかとりあえず飯にしましょうかね。じゃあ、うんあじゃあ HDMI から音出さなきゃいけない。で音をどうやって聞くかって話。スピーカーを接続できない。スピーカーを置くじゃんね。そのスピーカーから出た音がここに入ったやつが入っても、うん、そっちから出てこないじゃん。ああこれをミキシングする前にスプリットするって言って、スプリッターが1個しかない。え、そのなんかする音がないんですか。HDMI に出さずにってこと。そうそうそう。ああ、なるほど。で、それをどうするの。すべての音はここから広げようにするってことですね。ミキシングせずに。おお、なるほどね。なんか言いたいことはなんとなく分かった。ちょっと待ってよ。でも、松井さんとかすごいな、こんなに。加藤さんもいっぱい持ってます、こういう。いや、持ってないですよ。だって僕配信はあまりやらないから。ああ。なるほど。でもゲームはよくするんですね、加藤さん。ゲーム機はあまりやってない。クソみたいな音源だけど。まあそういう。そうすると多分あれだね。じゃあよ。音がアウトされて再突入することはないはず。ただね、この作品はこのクソみたいなスピーカーではやっぱりクソかもしれない。これはそうだよ。あっ、大丈夫だ。松井さん、これは全部ストレージですか。ね、その中段のうん、そこら辺がそうだね、ナスだね。これもナス。それ PC。それは PC。あ、今やってるやつだ。あの林さん向けに用意したやつ。まあこれ多分あれだ、ね。ああ、これ。止まってんじゃん。ああ、パソコンなんですね。今何もやってないと思う。あれ映らない？あ、映ってる。あ、これ映ってる。あ、これがこれなんですね。そうそうそう。ホーケンのパスワードは何ですか？それなんだっけ。ホーケン。あ、違ったな。ハゲじゃん。え、これタク、あ、いつもと、いつもの。いつもの、あ、いつものか。いつものはね、いつもの。あ、いつものって。いつものはいつものではないですね。これ単なるヒントか。いつものヒントです。あ、出てきましたね。ロックしなきゃ、リン。よいしょ。赤好きだね。うん、赤好きなんですよ。攻める感じですか。攻めるんです。
え、スリープ、電源か、うん、うわ、5時間とかでもよかったんです。なしだと。なしでいいです。なしです。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ、まあ、とりあえず、一旦休憩にしようと思っております。はい、思っており、はあ、一旦休憩にしようと思っております。誰が見てるかわからないけど。見てるのかな？見てないです。セリの方には誰も何も書いていないね。羊さんはどうしてるかな。まあいいや。結構知られてる感じです。じゃあ一旦配信。お仕事で言ってましたもんね。大変だね。